金美館通りの中ほどの商店街で入谷2丁目に位置しているのがこの入谷金美館通り大正会です。大正小学校の前に位置することからその名前が付けられました。朝顔市や神社のお祭りの際は多くの人でにぎわう通りです。入谷金美館という、映画館があって、一流二流三流といったら三流の町場の娯楽の施設、まだテレビのない時代でしたからとても流行って、地元ではとても人気のある映画館でした。南極観測隊宗谷、あの記録映画、あんなの見に行きましたよこちらのお店では大正小学校の児童向けに職業体験なども行っています。お餅つきをやったりね、いろんな行事があるんですけどね、そういうのをお手伝いさせていただいて、そんなのも子どもたちとのこのなんていうのかな、近づける触れ合える原因なのかもしれないけどね。こちらの商店街では昨年15個すべての街灯を LED 化しました。明るくしとけば、じゃあうちちょっとここで商売してみようかなって、またお店が増えるかもしれない、その期待感もあるんですよ。ではお店紹介に移りましょう。まずは店内に胡蝶蘭が並ぶフラワーショップ花歌さんです。今の時期ですとチューリップとかガーベラとか、ちょっと春のお花が出てると思います。店舗によっては1ヶ月に1回とか買いに来ていただいて、はい、揃えていただいたりとかしてます。学校が目の前にあったり幼稚園があったりするので、卒業シーズン、お祝いシーズンが結構ありますので使われることが多いです。結構男性の方も奥様にあげたりとか、結構お墓参りに行くとか気軽に結構入っていただけるので増えてきてはいますね。その他フラワーショップ花歌さんでは、お客様のニーズに合わせたオリジナルの花束の制作も行っています。次は交通事故の後遺症の痛みや症状など、患者さん一人一人に合わせた施術を行っている入谷中央整骨院さんです。大正小学校が目の前にあり、児童も大勢整骨院の前を通ります。一番は駅から近いのが、患者さんもとっても助かってますので、整骨院というのは、やっぱり地域密着が一番ですので、地元の方、入谷の周辺の方たちも数多くご来院されます。もう20年以上の治療経験があります。なので、今までならなかった、困っている方たちを経験と豊富な知識とともに直していって、ここは本物に会える町、台東区ですので、皆様の体と幸せに貢献できるようにやらせていただいています。最後はフランスで修行された経験を持つパティシエ島村さんのお店、パティスリー三重島村さんです。店内にはカフェギャラリーも併設されていて、とても可愛らしい空間です。季節の香りと食感を契約農家さんから取り寄せて、それをケーキにする。ロールケーキとプリンに使われている卵は岩手県から取り寄せています。スポンジに関してはきめ細かくなるのと、プリンに関しては余計なものを入れずに皆さんにその卵を味わってもらう。そしてここにも子どもたちのポスターが。元気よく挨拶しながら入ってきてくれるので、なんか随分挨拶大切にしてる小学校なんだなっていう印象はあります。
進んで世話を焼いてくれる。だから私も来たお客さんには世話を焼く。もうそれが当たり前、当たり前じゃないことを当たり前にしてくれるところが私には良かった。商店街としてはさ、お店を出しやすい環境を作る。各お店が努力してお客さんを集める。それが全部総合的に商店街につながっていくと思うんですよね。それが一つのまとまるといい商店街になると思うんですよね。